邪魔はできませんよ。こんにちはさ。最初にちょっと歌っときましたね。最初に歌っといたらコメントの方ゼロ回線退場になるんで。久しぶりだ、久しぶりだですね。スタートさ、カツライで行って後ろ投げて、これで終わりやった場合は久しぶりコースになりますけどね。どうか認定されましたね。オッケーオッケーはウーギグシャンシャーン、コースが認定だ、シャンシャーン。ピース、ワステブレッジ、ワステブレッジですね。さ、忘れてはいけないというコースか。いや、モックン、雲のモックンが出てますけどね。これでパウ取ってくるとかかな。モックンで、あ、パウあるやん。あ、これ持ってった方がいいで。入られへんのこと確認した上で持っていこうか。さ、モックンおいで。さ、おいで上から行こうとするけど、それは無理やね。何個いる？あー、結構いるな。ダイレクトアタック、おー、すごい。あー、マリオなんか勘違いして、まだ行かれへんよ。もう一個いるか。あ、これ子よろしくね。いよいよオープンちゃん。パスしてくれ、それ。これ子、早く投げんか。おっしゃ、ナイス、行こうぜ。ハリウッド入っていきましょう、行っていきましょう。裏面や。で、これで何？気絶ちゃうやろな。気絶じゃなさそうやね。オッケー。オッケー、オートマリオや。で、これがなんかオンオフ変える可能性ちょっとあるな。ピコバ、ピコバの可能性あるで。これ必須やわ。いけ、仕掛けろ。せーの、ピコバ、ピコバ、ピコバ、落ち着いて。あ、結構頻度がどうか。よっしゃ、行った？こっちかな？あ、やった、カンコン出た。さらに、うわー、何これ。うわ。行くかな、行くか。よし、行け、オッケー、オッケーは、うぎ、シャンシャーン。ルイージ隠れたよ、シャンシャーン。ピース、連打王、超絶連打バトル。さあ、連打王始まります。スタートー。さあ、ルイージ、さあ、この子スタート間違えたやで、ルイージ、あまりにも間違えた。俺めっちゃ遅いね、これ見て。この遅さ。おら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 、速度上げます。いやー、俺これ苦手やねんな、これ、連打は。青いでも気絶や。みんな慌ててんな。うわー、しかもまだなんかあんねんけど。ゴー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 、おー、これ俺得意やで。この連打式はね、結構得意なんですけどね。ああいうなんかあの、突っ張りと系は難しいな、ツタのやつ。よいしょー、ゴリ。4デーダンス。スタートフリオです、行きましょうかー。さあ、4デーダンス。あ、俺キャラ間違えてるわ、青い人見てたわ。マリオですとか言って。マリオがもう左に出たもんやと思ってたからさ。色を間違えじゃなくて、位置を間違えたの。せーの。おい、なんかあの、ポロ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 ってなったから、そういう様子かと思ったけど、違うんや。ほら。あ、音を鳴らしてるだけってこと。なんかそのクラウンに乗って針に当たったらあかんよっていう部門ではないんや。で、振り下ろしていって、ロス被らないように振り下ろすですよね。はい。まるまるもりもり。で、こっから、ダイレクトドッカフ。行きましょう。ダイレクトヘルプ、ファイヤーマリオはゴールですね。さ、オートマリオのようにも見えるんでね。ちょっとしっかり狙っていきたいな。カツライでその連れていこうか。これ行こう。一緒に行こうぜ。このまま。うわ、なんや、悪いやつやな。ほんなら捨てたるわ。そっちがその奥やったら。トゥイッチ、なんでなん、あ、そういう感じ、わからへんけどね。ファイヤーに繋がるような要素。あ、ゴールや。なにこれ。え、ファイヤー俺取ってないけど大丈夫かな。でもこのルートぐらいしかない？え？アウティングじゃん、これ。アウティングスタートの可能性あるで。アウティングや！ってことは、最初なんか扉ちゃうか？この上行ける頭割りで。無理か。ほっ。とりあえず素直に乗っていくか。乗っていって、他にルートがね、どんな感じや？あれはゴールへの P スイッチやったってことやから、ここ乗っといたらいいんか。で、これで裏面大冒険してこいっていう話やわ。はい、来ましたね。うわー、なんか、むずそうやけどな。右捨てかな、右捨てやな。で、あんまり速度上げないようにして、ファイヤーで、土管に入れるわけではなくて、どこや、何、あ、降りていい、あかんのかい。さあ、ルイージ、P スイッチ押してあれやね。 P ドア入ってるけど違いますよ。 P ドアはゴールへの直通ルートなんでね。こっちから行かないとあかんっていうのは俺しか知らんから。ファイヤー取って左に帰ってきたらいいだけや、これ。そういうことやね。なんか土管で帰れるってなんか、勝手な概念で言ってたけど、これ取って左に戻るだけやね、これね。そら右に落ちるわけやわ。こう言っといて、食らったらあかんよ。食らわないように、これ持ち帰る！オッケー！で、持ち帰った矢先で、上登って、Pスイッチで勝ちや。あ、しかも隠しコインあるやん、ここ。隠しブロック。
で、これを押しましょう。Twitch。さあ、青い人来てくれてるんで、嫌やな。まあ、行きますか。青い人来てるのはちょっと嫌やな。邪魔しに来る可能性あるからね。でもこれ誰がどこやんな。オッケー、邪魔できない。ゴリーン。邪魔はできませんよー。こんにちはさー。ストンピープサミット。サミットスタートー。アルヒパパとふた、アルヒパパとさ、アルヒパパと二人で、なーのさ、さ、かつらがれるよな。あいー、かつらいで自ら自主退場。危ねえ入り損ねた。さ、こっからじゃアイテム出るっけな。出ろ。出ないで行く。はい。危ねえな、あれ当たるぞ。危ない危ない。こうね、調整するんで、乗っていきましょう。アルヒパパと二、アルヒパパとさ、アルヒパパと二人で、なーのさーっていうね、音楽鳴ってますんでね。はい。こら、撃っとくか、とりあえず。後続に対してこうやって、あ、これこれ後続、刺さったんでさ、こら。適当に撃っといたやつで、なんか、ルイージまでいなくなったから、もしかしたら全部刺さった説あるな。今の、これも刺され。青い人、貫通しろ。青い人貫通せへんな。どんどん行くよ。ほい。上空停止。上空からは、アメフラ、無限アメフラ。青い人のアイコンが消えたら、俺の無限アルファ、アメフラやからね。あー、刺さってなさそうやな。青いとなかなか粘り強いってところか。アルヒパパとふた、アルヒパパとさ、アルヒパパとふたりで、なのさ、オッケー。ふたりでさ、アルヒパパとふた、アルヒパパとさ、アルヒパパとふたりで、なのさ、二人で何か絶対言わへんっていうね。ゴリン。オープニングコースのお城。オープニングコース、これあれやな。車乗って行くやつやから、先頭で行くやつしか行かれへんやつ。ノリノリパックおるやつやで。急ごう。ちょっと違う？あ、構造上が違いそう。ノリノリパックじゃなくなってる。ってなった場合は、貫通。デルタさんの逃げという形。そうはいかせるかといったところ。危ない！マジか！はたき落とせ！オッケー！願ったら叶った。いけ！残った気残っちゃし、アイテム甘いかな。そんな甘くないよ。俺という人物は。危ない降りよー、落ちるよそれ、よいしょー、オッケーオッケーオッケー。で、カメコ踏むわ。で、ブロースじゃなくて、この何っていうの、なんか踏んで。あ、マリオやめてな。俺勝ちたいね。君も勝ちたいやろうな。勝負しようぜ。行こう。さあ、青いとも合流。あー、急げ。痛い方の方やな。行きましょう。結局痛い方戦なんや。まあまあまあ、じゃあ、この俺は1号のチョコボールで行くわ。おい、チョコボール戦やな、要するに。やばい、あ、やばいやばい、確定したぞ。おい、早く俺も一緒に入らして。ルイ、お前のや、やめてくれ。あかーん。晩飯ちゃい、昼飯、朝飯ちゃい、いろいろあるけどなんで。昼飯。オンオフ。オンオフですね。挟まるんかな、自動で。おっと、自動とかそういう感じじゃなさそうやな。ちょっと前行っといた方がいいか。これどうか、危ない。先行こう。あーあー、なんで、は、なんで石投げすの、オスみたいにいたずらすんの、君は。やばい。マリオに行かれるワールドちゃん。あ、マリオ気絶したな。まあ、そう簡単に行けるコースじゃないもんな。ちょっとなんか難しいからね。スクロールが加速したり、いろいろ。オッケー、ずれよった。よしよし、熱くけの成功。4歩。熱くけ、ビーム。よし、熱くけビーム入った。ふっ、2歩。うわあ、もうそれやめようや。それはさすがに落ちるって。なんでカチャンっていたずらすんのやろ。まあ、ね、面白いコースやな。今ので俺が勝ったらちょっと一筋縄で行き過ぎやからな。ここは二筋縄、三筋縄狙っていきましょうか。だからカチャンってくるっと思っとけばいいんかな。どう、やりやいやりやい。ルイ気絶やけど、青いと言ってまうからさるな。ふっ、ワンちゃん噛みつけ。ワンちゃん危ない。ふっ、よっしゃ、スクロールで耐えろ。無理か、難しい、なにこれ。さあ、結局全員やられてとか、まあ面白いコースやんな。そう簡単にゴールできないってことでね、楽しみがあるということで、やられてもまだ諦めなくていいっていう。うわー、それ強い。さあ、全員気絶からまたルイージ。このなんかたまに来るあれなんなんやろね。別に甲羅が動いてるわけじゃないねんけど、急にカチャってくるから、途中で感性が消えるからね、それがきつすぎる。さあ、ルイどうか。マリオ無理すんなよ。感性消える前にもうスッといった方がいいな。一回入ってしまったらもうスーッと行った方がいい。ガボン来るよな、確か。この先ガボンで、そう、ガボン来んねん。それは青い人が教えてくれた。で、ズター、ゴリン。
俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。 SMB スペシャルワールド、スペシャルワールド1の1、ヒップドロップからスタート。シュシュ先手。おっと、超上空から出ましたね。で、スペシャルの1の1、何が出るかな。おー、やばい、終わる。え、嘘、短すぎへんってことは、まだ続きあんの。逆にそういうことやんな。何回か、土管入ったり出たりっていうコースやんな。これで終わりだ。ちょっと話ならへんから、あかんよ。中間ってことはまだあるわ。ほい、もう一回ぐらい行くか。裏飯屋か、それともうどん屋かどうか。おっしゃ、いけ、おっしゃ、抜かした。行ったか。サンドジャンプで行くわ。ふっ、オッケー、これ勝ったでしょ。おっしゃー。クッパ7連習にイラついてる人、な、なに、イラついてる人 A やから、おそらくなんかスターでぶっ放せるとか、戦わなくていいとか、そういう感じだと思うねんな。だから戦わなくていいんじゃない。うわー、上入、どっちが正解これ。上入る、ステン、マリオ、そっちから来た、逆や。こっちが正解や。マリオが道を教えてくれたんで、オッケー、これでいったでしょ。オッケー、で、これもこっち。よしよしよし、なんか逆になってるけどね。まあ、これも素直でいいから、今右にとか見えたけど、別に無理せんでいい場面なんで、そのまま行くわ。ほい、危な、まあ、これ、鍵取っていこうか。鍵取っといて、え、嘘、これどう、倒し損ねてるってことか。あと何枚いる。あと2枚はいるよな。青い人1枚持ってて、青い人来た。青い人右に飛びていこうとしてるぞ。無理やで、それ鍵こっちに飛んでこい。あ、鍵飛んできた。よっしゃ、青い人なんか右に飛びていこうとして失敗したよ。鍵来た、行きましょう。もう1個あったよな。もう1個こっち投げてくるはず。よし、ちょっと待つわ。おーい、鍵の人こっちこっち。そう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 。さあ行きましょう。でもまだ鍵足りひん可能性あるもんな。あー、やっぱそういう感じか。この人が、あ、鍵、青い人鍵渡してくれた。ありがとう。この人が鍵持ってるのかな？いける？あ、鍵あったわ。あ、これで鍵足りるわ。急ごう。あとは、元に戻れば勝ちや。勝ちというか、まあ、鍵取られなければ勝ちやな。これも素直に行こう。素直に行っといて。はい、行きましょう。あ、マリオ待ってるやん。危ない！オッケー、俺、今、ギリギリ食らう前に入った。チャンス。あとは、最後、子猫に鍵取られて負けそうやな。そん時はもうそん時でしゃあないか。もう行くしかないもんね。あ、これもすれ違い！チャンス！行け！ちょうどすれ違ったから今、これで鍵足りたやろ。行け！ゴールちゃう？おっしゃー！ゴールイン！スカイフークのアクロバッツ！スカイアクロバッツ！スタートー！さあ行きましょう！青い人が行ったんで、もうかなりスピード上げなあかんね。かなりえずきぐらいにえずいていくわ。いけ、ほーん、オッケー。トンパ、同時参り危ないか。おっしゃね、そのこのコースはね、同時参りしたらどっちが気絶するからね。慎重にいっといて、オッケーで、パーンといって、こっからあれやんな、オートスクロールくるやつやんな、このコース。いきましょう。危ない、ずれる。オッケー、大丈夫大丈夫。で、こっからオートスクロールで入っていって、プリッてされんな。オッケーオッケー、プリッてされたら負けるからね、ほんまに。早く行かないと。トンパン、よし、いいぞ。あ、クロスチョップになりそう。しゃがみジャンプで貫通、オッケー。パーンって、これこないだもさ、あのしゃがみジャンプで貫通でこのコース勝ったような、全く同じやんな、これ。キノコ同士でしゃがみジャンプで貫通した覚えがありますよ。ゴリン、ロエズキャソー、ロエズキャッスルスタート。さあ行きましょうか。まあアイテムから入るかな。お、あー、マリオやめてね、そうやってなんか何食わぬ顔で居座ってくんのやめてね、そうやって。さあこれは、あ、トゲか。回転ジャンプで行きましょうか。まあでもなんとかキャッスルでボス戦がある可能性高いから、ここはゆっくりやな。はい、マンタ、やばい、空飛び出た俺。あー、なんか今変なのあったな。あ、でもよかった、もういいや、関係なかったんや。ジャンプ失敗してよかったな。で、こっからそのままいっといて、ボス戦はどうなる？あー、間違い取る、ラッキー。あー、でもこれどうやろ、うまいこと押してほしいな。あー、耐久戦これを中間取ってないからまずいかもな。ちょ待ってな、ここに引きつけたいな。ここに飛んでこい。あー、飛んでくるとかなさそうやな。頼むわ、君たち。始末の、始末の方よろしく。あ、終わった、俺中間取ってないわ。あ、青いと思われるぞ。お疲れ様でした言うての、中間取ってないけど間に合うかな。間に合ってくれ。あー、行かれたんか、さすがに。いや、まだ決着ついてないんじゃない、ほら、まだ決着ついてない。よかった、俺中間取ってなかったけど間に合った。よしよし。しかももう一回俺中間取ってないからね。行きましょう。さあ、ホイト舐めんな、まだこっからやぞ。ふっ。先行くわ。オッケー。お、しかもなんかこっからと見せかけて、こっからじゃないパターンじゃん、これ。うわー、行くぜ。
せーの。ダメだ。オッケー、下から行けば。オッケー、よかったー。危な。諦めなくてよかったね。マリオ3、ボーティカルレベル。マリオ3、スタート、ボーティカルレベル。行きましょう。さあ、これは、なんやこれ。変なコースやな。頭に復帰していく。なんか、登っていくやつやね。面白い。なんか、違和感がすごいね、やっぱ。これなんか、本来横のステージを縦にしてみました、いうコースやけどさ。すげえ重力がなんか、違和感。下に重力あんのか、おかしく感じる。左に重力ありそうじゃない、めっちゃ。錯覚で。はい。あ、こっちじゃないんか。やべやべやべ。フリーフォールあかんよ。フリーフォール絶対あかん。はい。こっちか。で、確認してから、勢いジャンプ。よし、いいぞ。面白い面白い。はい。せーの。オッケー。巻きでいっといて、まあ、こういう登り捨て得意やからな。大丈夫よ。はい。ダイフジャンプでいこうか。勢いなしジャンプで届く圏内なんで、これで結構登りきたんちゃう？行きましょう。オッケー。ゴリン。初代1の1。初代1の1、スタート。さあ行きましょうか。さっきはね、なんか1の1上がっていったみたいな感じだったんですけど、今度は通常1の1。さあ、プリッとなるか？プリッとしていって、ここもプリッとしてきそうやから一回、落ち着いていくわ。ここから、階段勝負の段階。振りをずれた！その隙をついて！今だ！ゴールインよし！アイシクルバリボール。アイシクルバリボール！カッコーン！さあ行きましょうか。どのようなバレーボールか。まあ、最後まで滑っていこう。オッケー。最後まですることによってね、クリボー全部当たりませんから。はつらげないか。おっと、合体。やや子猫と合体という形になるが、最後まで滑ろうか。最後まで滑っていって、オッケー！まあまあまあ、これぐらいやったら。チャンスありか。急げ！上とかの得意よ。カッコーン！足上とかの得意。来た！上とかの質の違い。うわー、でも無理か。これでまだなんかあるもんな。さあ、みんなは、これフラワー取らず。ブンブン戦、ブンブン戦か。ブンブン戦。危ない危ない。青いと縦にした。とっさに。とっさに移動がこうなると名乗ったな、今。危なかった。俺が暗いそうだったから、いいとこに縦があるわと思って。はい。さあ、青いともう一回縦になってくれ。危ない。うわー、一発食らうと思ったぞ。ふっ。突き刺すの撃つぞ、ほんま。もう一回。あ、これこう、切れず。取りたい。よっ。よし。俺が近いから、俺の判定。氷が倒してくれたもんね。で、こっから、キノコ。回収していって、上ドカン。オッケー。マリオも来てるけど。あー、これか。これな、早く降りていかなあかんねん。さすがに抜かされへんと思うけどな。戦闘有利やろ。これヒップドロップでね、あの、超絶間勝ち割り行ったとしても、無理やもんな、これな。よしよしよし。完璧。すべてコイン稼いで、オッケー。うわ、おい、早い。めっちゃ早いねんけど。怖い怖い怖い。すごい。ゴリン。怖いよ。怖いよですね。これはドカンか、アイテム出んのかな？キノコの出るやつか、そういうことか、それやったらありがたいな。だからドカン入るか入らへんか分からへんねんったら、ちょっと怖かったんけど。オッケー。これでもう右行けばいいっていうのが確定したのがでかい。ギリギリ食らわず進んでいくが、頭狩りで上から行きたいな、これはさすがに。誰か来るの待ちますか？でも、まあなんか裏面からアイテム取る可能性もあるしな。あ、てか装着する可能性あるのか、これ。あ、オッケーオッケー、それやったら全然問題ないわ。で、ダイレクトゴールや。晩飯さ、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なに晩飯。受験のストレス。受験のストレスを吹き飛ばせスタート。オンオフ変えなかったのちゃう？みんな。変えなかったら始まらへんのちゃう？あ、関係ないわ、全然。行くぞ、ヒップドロップと思ったけど、そんな勢いついてないな。キノコちょうだい、キノコ。いけ。いや、俺もなんかちょうだい。ヒップドロップしたい。あはー、ビルダーマリオ。待って、俺もしっかり気をつけたいって。急に終わったら最悪やからね、コースが。早く貫通して抜かせ。いけ、抜かしてるぞ、俺。すごいすごいすごい。勢いがすごい。めちゃくちゃ勢いついたな、スターで。で、こっから、おー、これ気持ちいいな。めちゃめちゃ、なんか、切っていく感じがいい。あ、やばい、無限進化抜かされそう。やばいやばい、無限進化危ない。なんとか1位。ゴリン。晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なんで晩飯。マインクラフトスノー。マインクラフトスノー、下から抜けていきましょうか。スタートー。下から抜けていって、うわっと、別に上からジャンプする必要もなかったな。あ、上から行かなあかんわ。なにこれ、なんかマインクラフトのキャラクターかな。うわー、なんじゃこれ。タイドハンマー。ハイタイドハンマーですね。スタートはタイドハンマーやから、まあ、ハマブロスがね、かなり危ないですよという気が立っている
ハンマーブロスたちがおるよってことだから、かなり気をつけた方がいいね。ハンマー絶対当たらないように注意します、今回は。絶対当たりません。当たりました。アンダーモードエネミーズ。アンダーワーダー。スタート、まあ、低めかな、狙っていくとしたら。低めから、まあ、マリオの下に対してって感じかな。カブトムシの角のような感じで上に打ち上げてあげれば、ここは一旦危ないんで、避難でいくわ。はい。さあ、マリオ、自由に足をつけて、確実にかわすというプレイングからイカちゃんに食われるを選択しそうですね。どんな選択やねん。からの、じゃあ落ち着いていこう。はい。ゆっくりゆっくりゆっくり。よし、イカちゃん危ないからな。もうイカちゃんめっちゃ爪ちゃ強いからね。中間のためだけの扉。さあ、それをルイージュ選択しない。まあ、そうやんな。やられたらもう負けでいいですって感じ。てか、戦闘有利すぎやろ、これ。ルイージ急げ、ルイージ急げ、あー、大丈夫か、あいつ。ルイージー、おー、すごいすごい、あいつ。ギリギリ逆らったえたな。もうちょい遅かったらもう、さよならバイバイ、圏内やったで。これ、ルイージ逆に上に行けるぞ。俺、氷の高度下げるからね。行きましょう、オープン。これでダイレクトゴール。ルイ、おいで。来た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 。ゴールイン。かっこー。格好ですね。まあ、何でもいらんな。あれ、これさえ乗れれば勝ちやろ。アイテムいらんねん。もうこのままゴール行けばいいから。さあ、どうか。おー、いい感じ、いい感じ。トゲが敷いてあって、で、これでゴールインや。オッケー。イエーイ。イエーイですね。これは何なんやろうね。ダイレクトでゴールの可能性あるかな。早く右向かおうか。これを倒せばいいんじゃない？いけ！あ、待て、いけ！分身したぞ！当人こっち！あー、なんでやられなあかんねん、当人に。ルイージ行ったか。これ何？オウム帰ってくるんかな？オウム帰ってゴールの可能性も一応あるからな。怖いよな。何？ファイヤー。もらうか、一応。もらえないで行く。まあ、俺、とりあえず乗り遅れたら負けるんで、乗り遅れの実況プレイならないように、さっき行くけど。はい。さあ、どうか？あ、オウムのスイッチがあるよ。やり直そう！やられたふりして。針に当たったみたいな感じ出しといて、ここで待つ。どう？ほら、行け！今や！よし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 、奴ら何も気づいてなさそうやな。俺のカラクリに。せーの、あ、どうか、はい、あ、でもこれは貫通剣、切って良さそうやな。もうどんどん貫通剣で OK。はい。え、ファイヤー取っといて、何これ、ゴールに繋がってくれ。あ、なんか上来れたね。どうみんな、カメックス、よし、あの、Pスイッチ関係あんのかな。さあ、おいとありがとうな。おう、変えてくれたんかな。走れー、よし、走れ、頑張れー。おっしゃ、いいぞ。あ、でも、大なんな、あれ。大丈夫？はぁ、通られへんねんけど。どうしよう。ってなったらもう食らうか。ここでしっかり食らっていって、このまま入っていくってことやんな。よし、乗っちゃいかんってことやから、そうやんな。で、もう一個土管見つければ勝ちか。これかな。あ、違う？うわ、あれ？どこ？これ。あれ？あ、合ってんのか。ここで入っていいってことやな。いけ。あ、当たった。これ完璧や。よっしゃー、面白かったです。ガイ。さあ、これは、靴か。まあ、何もなしてもいいけどな。とにかく上に行きたいよな。あ、全部セット取れたけど、まあ、いいや。あの、乗り次第で届かへんから。ふっ、フリオどうか。フリオどうかの実況プレイかなと思ったけど、いや、これは、通常入りやな、これ。通常入りや。よし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 。なんや。これバネ当たるってことやんな。計算上。そう、仕組まれてるはずやで。ここが当たり。あーそんなー、ふっ。これ、靴持っていこうか。靴持っていって土管入れればだいぶ強いけどな。あの、ジャンプで乗り捨てていけるから。しくじっても大丈夫。はい、当たっていって。はい、ヒップドロップ。で、このラインぐらい。オーブライン！おしゃ、入れた！オッケー！ダイレクト靴ゴール。青いとどっかいてもうた。マリオも隠しゴールです。出てきたー！ CLC のバブルシューター。バブルシューターアイテム選んでねって形になるのかな？アイテム選ぼうぜ。何が出るかな？キャップのみかー。全然選べへん。何これ？あ、なんか、もう攻略したんか？バブルシューターほんまや。どれや？何これ、は？俺なんか、畑落ちたぞ。カメラが下に畑落ちた判定やったよな。昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なんねー、カメラが下に畑落ちた判定やったよな。スーパービガブロス、猫っぱり。猫っぱりのゴールですね。閉じ込められたらあかんから、これ、前行ったらあかんね。前行かず、そっち、そういう感じか。なんか、縦に行くかと思ったけど、逆閉じ込め食らってもうたな。それでもマリオなんかあれやな、ギミック攻略しようとしてるね。急ごう。オープン。行っといて、ちょっと待ちましょう。猫取って、
さあどうか、猫っぽいのはゴール。あーっとこれどう、ほばこれ、まあ、勝ち割るのもありやな。これでも猫取った方がいいよ、戻って。マリオ戻ろうぜ、これさすがにこれ猫なしでずっと行くのきついやろ。ここで待とう。これちゃんと猫っぱり取っといてさ、みんなで削り削りせんやな、これむちゃくちゃやで。普通キラーで割るとかやのにな。いけ、危ないで、挟まった気で済んで大丈夫か、みんな危ないよ、間割っていこう。ほい、危ない危ない危ない、どうなってる、マジまで落ちる可能性できたな。ライナー、うわー全員落ちた、なにこれ、ゲーム止まってんけど、全員気絶、フレームを選んでね。何これ、なんかプリクラみたいになってんねんけど、何やねんこれ。フレームを選んでねって、どれでもええわ。ほな、一番右のやつにしようか、これや。落書きタイム。落書きタイム、自由に落書きしろガキ。偉そうに言うな。もうそんなんええから、早よ戻して。フレームを選んでね。なんでフレーム選択に戻っとんねん。そうでくれ、試合に戻してくれ、試合に。なんでルイージ何食わぬ顔でゴールしとんねん。